コルセットドレス。いや、こんなけしからん。こんなけしからんものを装備させるわけにはいかない。あ、でも手が勝手に動いていく。なんか、手が勝手に、俺の意思とは全く関係なく、手が勝手になんか進んでいく。うるせえ。はい。皆さん、こんにちは。実はこのゲーム、あまり知られていない隠しゲストがいることに気づいた、達也です。誰だと思う？みんな。予想してみて。3秒あげるから。はい、時間切れです。鬱陶しい。正解はなんと、イゴールさんです。イゴールさんね、実はね、プレイヤブルキャラクターで使えるんですよ。知らなかったでしょ？じゃあ早速登場していただきましょう。イゴールさんです。ひどい。これはひどい。動くな、動くな。っていうアクセサリーがね、あったんでね。うん。早速、今日はね、イゴールさんに踊っていただきたいなと思います。そう、でさ、こう、まあ、いろんなね、この、服装と、アクセサリーを使わないとね、まこちゃんとあんちゃんの、ちょっとコミュが解放されないんで、まあ、それでね、まあ、髭をつけたりとかして遊んでたら、こんな面白いのを見つけたっていうさ、うん。オンデコスタイル。まあ、つけとくか、これも。何しよっかな、服装。まあ、これが一番変態っぽいな。まあ、でも、ジャージとか、こんな囚人の生徒いたら嫌だ。よし、じゃあ、イゴールさんに一曲踊ってもらいましょう。踊って。はるちゃんだけ、浮いてる。あと全員頭おかしい。サクッと終わらせいつも鴨志田いるの忘れた。こっちみんな。ああ、面白いな。こんなん笑うだろ。中までめちゃくちゃいい感じだったのにミスった。この裏でこうリズム取る感じ難しいな。こっちみんな。はるちゃん逃げて。その中、頭振ってる変態から逃げて、はるちゃん。フルスロットルでお願い。全力を出していこう。邪魔になってるよ。さあ、もっとさらけ出せ。そう、遠慮はいらないから、よく動けてるね。トレーニング
ニングの成果かな。サンキューな。今度バレエ教えてくれ。びっくりするほどお似合いだね。どうよ、俺もセレブの仲間入りってか。そういうセリフあるんだ。おもろ。あ、やった、ブリリアントだ。これが実力ってやつな。あー、あ、モルガナが追加された。よっしゃ、自己ベスト。あー、笑ったな。よし、じゃあ今日はね、またコミュイベントやっていこうかな。で、アンちゃんとね、そう、まこちゃんの4をね、どちらも解放できたんで、じゃあ話しかけていこうかな。恐るべき才能。クラブベルベットにやってきた。部屋ではアンとユウスケが話している。そんなにダメ？色？それともデザイン？またヌードデッサンのお願いとかしてんじゃねえだろうな。あ、もっと派手な方が良かった？なになに？情熱は伝わるんだが、うん、色っていうのは組み合わせだ。ほう。派手な色を組み合わせればいいってもんじゃない。なるほど。あと、そのデザインは腕をどこに通せばいいんだ？何の話？うん、同じ選択肢あったわ。ダンスって衣装も大事でしょ？うん、そうだね。既成概念を打ち破るというスタイルはあのピカソもやっていたことだ。ほう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 、ピカソも病んでないけど。モデルやってるから服には結構詳しい自信あったんだけどな。いい服だと気分も上がるし、うん、絶対ダンスも盛り上がると思って。何か衣装のアイディアを出したらユウスケにダメ出しされたっていうところかな。うん、ちょっとどんな絵か見せて。やだやだ、絶対にやだ。なんで、いや、アンちゃんが首を振るのはわかるけど、なんでユウスケまで。ユウスケに初めて見るジュグだ。そんなの見せられない。すげえな、ジュグ扱いされてんじゃん。アンの画力はさておき、うん、確かに身につけるものも演出の大切な要素だな。まあそうだね。音、動きとともに全体が美を想像する。うん、やっぱそうだよね。ね、どんなの着たら盛り上がるかな。まあ何も着ない方が一番盛り上がる。ゲフンゲフン。まあやっぱりあれじゃない、もう際どいやつじゃない。際どいとは、うん、面積か、うん、あるいは角度か。面積より決まってるだろ、ユースケ。お前それでも男子高校生か。どっちでもいいですよ。でも露出多めでもステージだと平気だったりするから、ちょっと不思議。確かに、まあ、ステージに上がるイコール露出はもうなんか多めっていう固定概念がそうさせるのかな。うーん、意見を聞いたらやっぱりデザインしてみたくなったかも。お、ユウスケに習ってもう一回挑戦してみようかな。あの不安をかきたてる造形の描線と混沌とした色の暴力にまた襲われるのか。嫌だって。端的に言うと嫌だってよ。そこまで言う。いや、取り乱してすまない。しかし衣装よりもまずはダンスの技術を磨く方が先だと思うぞ。うん、それは本当にそう。それもそっか。うんうん、ダンスが決まってないと衣装ももったいないもんね。そうそう、やっぱり練習の方が先かな。よし、振り付けマスターするぞ。頑張って。振り付けじゃねえや。張り切るアンの練習に付き合った後、部屋に戻った。やっぱりこのアンちゃんめちゃくちゃ可愛いよな。え、なにこれ、衣装の組み合わせをお気に入りに登録できる。へえ。じゃあ次、まこちゃん、やりたいことリスト。おお、やりたいことリストね。クラブベルベットにやってきた。部屋には誠と春がいる。まさか自分がクラブで踊ることになるなんて、うん、想像がつかないことばっかりね。まさか俺の視聴者さんにクラブで踊ったことがあるリア充なんていねえよな。
東京リベンジャーズのノリって言うけど私もお父様の付き添いでダンスパーティーなら参加したことあったけど、あクラブは初めて。そうだよな。でも踊ってみると結構楽しいね。開放的な気分になれちゃう。なんかこう普段はるちゃんみたいにおとなしい子がさ、なんかめちゃくちゃこう元気に踊ってると、なんかギャップで俺多分死ぬと思う可愛いってなるかもしれない。クラブなんて犯罪の温床っていう先入観しかなかったけど、うん、偏見だったみたい。考えてみればクラブミュージックだって歴史がある立派なジャンルだものね。あ、そうだね。素晴らしい作品がたくさんあるって分かったし、うん、イメージで毛嫌いするなんてもったいなかったな。うん、本当だね。なんか怪盗団に入ってから毎日新しい発見ばっかり。うん、視野が広がれば楽しいことも増えるって当たり前のことなのに気づけなかった。確かにな。だいたいこうなんだろう、人生つまんないとかさ、俺もそうだったんだけど、俺もそうなんだけど、なんか人生つまんねえなとか、毎日同じことの繰り返しだなっていう人に限って新しいことに何も挑戦しないっていうね。うん、まあ、僕もそれが嫌でゲーム実況を始めたみたいなところがあるんでね。皆さんとりあえずいろんなことやってみようぜっていう急に自分語り。うん、一皮むけたな。今の私を見たらきっとお姉ちゃんはすごくびっくりすると思う。そうだね。誠が不良になったとか言い出しそうゴハのドラゴンボールのさ、うん、父みたいな感じでさ言いそうじゃない。誠はおかしそうに笑っている。ねえ、いつか現実でもクラブに行ってみない？まだ先の話だけど、みんなが大人になったら。ああ。いいわね、賛成。私のやりたいことのリストにクラブでダンスも追加しておこうかな。やりたいことリスト、他にはどんなのがあるんだろう。まこちゃんのやりたいことリストって、うん、他にはどんなことがあるの？気になる。近いところだとバイクの免許かな。ああ、まあでも今もね、無免許運転みたいなことやってるからもう運転は慣れてるんじゃないの。ヨハンナもバイク型だけど、うん、現実世界でもかっ飛ばしたいのよね。捕まらないようにね。あと隣の子には運転させないようにね。人生スカッとしたい時ってあるでしょ。うん、そういう時に風を切って走りたいって思うの。なるほど。ああ、もちろん法定速度内でだからね。まこちゃん似合いそうだね。うん、私はちょっと難しそうだな。そうだよね、法定速度なんてはるちゃんが守れるわけないもんなねえ、あなたはどう？うん、車とか免許を取りたいものってある？免許？税理士かな急に真面目なやつえ、バイク、リムジン、クルーザー、どれもかっこいい。リムジン、まあでもこの中だったらクルーザーかな、憧れるよね。クルーザー？うん。っていうことは船舶免許？そうそう、欲しい欲しい。いいな、楽しそう。船舶免許なら私も取ってみたいな。うん、はるちゃんはね、クルーザー持ってそうだもんね。お父様が所有していたクルーザーどうしようかなって悩んでたところだったの。うん、やっぱり規模がスケールが違えな。ごめん、クルーザーの話の規模が大きすぎて想像がなかなかつかないけど、うん、だけど運転ができるようになると行動範囲も広がって楽しいと思うよ。うん、あ、そうだ、ハルも免許取ったらまずは車からでも、うん、おすすめしませんいやでもな、ここでハルちゃんが免許を取ることでスクランブルのあのシーンはね、助かるわけだからね。私でも取れるのかな。うん、てかはるちゃんを卒業させた教習所どこだ自動車教習所は何を教えた。そんなに構えなくても大丈夫よ。免許か、私も考えてみようかな。うん、卒業したらみんなでお出かけしたり楽しそう。それはとても楽しそう。どうせなら遠くまで行きたいな。何にも追われないでのんびりしたい。うん、したい。行ってみたい場所今から考えておこうかな。3人で旅行の話で盛り上がった後部屋に戻った。まあみんな日本一周することにはなるんだけどね。あー、いいな。ん？何それ？
ボタンに関係なくノートを押せる。へえ、めちゃくちゃ強力なサポートじゃん。よし、じゃあもう一曲ぐらい踊ろうかな。やっぱさ、こうさ、ハードモードぐらいは全てクリアしたいよね。わかります？ライフィールチェンジ、あー、何がいいかな。これにしよう。あー、お気に入り機能ね。サイバースーツ、コルセットドレス。いや、こんなけしからん。こんなけしからんものを装備させるわけにはいかない。あ、でも手が勝手に動いていく。なんか、手が勝手に、俺の意思とは全く関係なく、手が勝手になんか進んでいく。うるせえ。よし。じゃあ、ラストサプライズ、リミックスバージョン、行きましょう。まあ、やべ。アクセサリーと衣装の数を増やすために、こっそりあんちゃんにも同じ格好をさせてたのバレた。やるぞ、レッツダンス。みんなついてるから頑張れ。おう、盛り上がってきた。めちゃくちゃパーフェクトペースだったのに。上手くない？ステージクリア。ハードモードにしてはめちゃくちゃ良かった気がするんだけど。終わり良ければ全て良しだね。うん、お疲れ様。いやー、楽しかったな。
じゃあコミュニティやろっかな。コミュ、まだ4やってないの。あ、リュウジやってないのか。じゃ先にハルちゃんやろ。憧れのプリマ。クラブベルベットにやってきた。部屋にはハルとユウスケがいる。ちょっと休憩。え、何それ、なんかちょっとほてった顔。お前ら何やってたこの部屋で。洗いざらい正直に話せ。堂々たる舞だな、ハル。踊ってただけか。ふえ、ヒヤヒヤしたぜ。心が腐りきってる。これでも緊張してて、いつも必死だよ。注目されるのに慣れてなくて。みんな平気なの？まあ平気なんじゃない。あんちゃんとかはね、注目されることむしろ喜んでるでしょう。まあ、正直まあジョーカーは足が震えてるけども。全然そんな風に見えなかったよ。うん、黙ってたんだ実は。じゃあ私と一緒なんだね。ちょっと安心したかも。ハルも自信を持っていいと思うぞ。うん、自信持ってこ。しなやかな佇まいと柔らかな表情はまるで名画を切り取ったようだ。確かにこの二人なんか相性良さそうだな。ねえ、なんかお互い品があるというか、まあユウスケに関しては食の部分に関しては全く品はないけど、なんかこの二人いいと思うんだよな俺。ありがとう。褒め方までやっぱり芸術的だね。うん、エコー懐かしいな。あ、書いてたの。うん、私がバレエを始めたきっかけなの。へえ。春は経験者だったな。しかし絵とはどういう経緯だ。ね、家にバレエを題材にした絵があってね、小さい頃とっても好きだった。なるほど。真っ白な父を着て優雅だけど力強く踊るプリマ、あんまり綺麗だったから私もこんな風に踊りたいって思ったの。ユウスケの目が優しそう。やっぱりほんとユウスケは心から絵が好きなんだな。こうやってね、絵にきっかけでね、こうバレエを始めたっていうのが嬉しくてたまらないんだろうね。わかるぞ、名画は人間に力を与える。うん。お父様に言ったらすぐに教室に通わせてくれた。将来役に立つからって。あー、まあなんかそういうなんだろう、セレブの人たちとの交流とかに使えると思ったのかな。初めは夢中で練習して上手くなるのがとても楽しかった。うん。でもね、大きくなるにつれてこれもビジネスの道具だって気づいたの。そうだね。上流階級の娘として飾り付けようとバレエをやらせたというわけか。やってそうだもん、上流階級の娘は。うん。その証拠にお父様はほとんど見に来てくれなかった。うわー、それは辛いな。それでだんだん練習にも身が入らなくなって、結局やめちゃったの。なるほどね。まあでも仕方ないね。うん、ただ辛いだけになっちゃったから。うん。もう一生縁がないと思ってたけど、こんな機会が来るなんてね。私あの時見た絵のプリマみたいに踊れるかな。踊れてるよ、踊れると思うよ。うん、もうできてるよ。ああ、絵が目に浮かぶようだ。この先も存分に披露してくれ。まだまだだよ、少しでも近づけるように頑張るね。うん。春はとてもやる気のようだ。その絵も機会があれば見てみたいものだ。きっと気に入ると思うな。ん？確かフランスの印象派で。ん？フランス印象派、まさかドガ、いやルノワールか。ちょっと俺わからない。ごめん、今名前が抜けちゃって。ってことはその絵が家にあったってこと。結局お金持ちアピールじゃねえか。おじい様が手に入れたもので、確か絵の裏にサインがあったような。よし、今すぐ奥村家に行こう。実物を見よう。はあ、これは美の神の導きだ。うん。帰ったらぜひ見せてくれ。いや、めちゃくちゃ見たいでしょ。怖っ。大発見だぞ。怖っ。お前も一緒に行こう。今すぐにでも。今ちょっとやることあるかな。目が覚めてからね。うん。
今は宴を盛り上げなきゃ。まあこの会話も忘れてると思うけど、興奮するユウスケをなだめ部屋に帰った元気だなこいつ。あー、アクセサリー猫ひげ2色セット、なんか可愛いな。コミュランク6が解放か。じゃあ今日は最後にリュウジとお話ししよっかな。まあ品のあるお話からね、まあきっと品のないお話を聞けると思うので、リュウジの長所。リュウジの長所？仲間思いなところかな。おお、またハルちゃんだ。クラブベルベットにやってきた。部屋にはリュウジとハルがいる。対局、真反対の2人。イメージ通り踊れるって言っても集中切らさないのって難しいね。うん、やっぱり後半はミスが増えちゃうな。ねえ、最後まで踊り切るコツとかある？それをリュウジに聞くの。動いてんだから水分補給とか大事だぜ。体育会系のお手本のような返信が来た。体重の 1% でも失うと動き悪くなんだよ。うん、ついでに集中力も落ちる。そうなんだ。園芸も水やり加減が一番難しいけど。喉乾いてからじゃもう遅い。早め早めにちょっとずつ飲め。うん、あと動いた後の過ごし方だな。筋肉休ませて超回復させんだよ。わかる。今僕もちょっとジム行ってるんでね、こう腹筋とさ、こう下半身が筋肉痛の時は上半身やって、で下が治ったら今度上半身筋肉痛になってるからそっち休ませてみたいな、もう交互ですね。毎日どこかしら筋肉痛になってるみたいなね。うん、また俺自分語りしちゃったね、ごめんね。ちゃんとダウンしてストレッチで乳酸流して、うん、プロテイン食って。おう、すごい、よく知ってるね。自分で勉強したの？まあな、この変な夢の中も同じかは知らねえけど。うん、ねえ、学校でも行かせよ。うっせ、できるならとっくにそうしてるわ。今の言い方いいな、うっせえっていう。つか負けんの嫌いなんだよ、根性だけじゃ勝てねえからな。おー、その辺はやっぱりちゃんと分かってるんだね。まあ、だって言うてもな、リュウジだってな、陸上で特待生でね、大学目指してるぐらいだからね、やっぱりスポーツ万能というか、こういうのをちゃんと知らないと一流になれないよな。見直しちゃったね。え、他にもいろいろ教えてもらっていい？ただ自販機殴ってるだけとは違うんだな。そっち方面は任せろよ、弟子にしてやってもいいぜ。それはちょっと、リュウジが弟子かな。よし師匠、元気だな。で俺かよ。いろいろ教えてやっただろうが。元気なノリツッコミ。楽しそうだね。私も弟子入りしようかな。いいんじゃない？でも驚いちゃった。そういう真面目なところとか、見た目とのギャップっていうのかな。うん。話してみないとわからないものだね。まあ人は見た目が9割っていう本が大ベストセラーになりましたけども、まあ、やっぱりギャップって大事よね。わかるわかる。まあ勘違いは慣れっこだわ。でも気にしちゃねえよ。ひでえ噂流されてたけど、実はとんでもなくすごかったやついたしな。こっち見てるな。そいつみてえに堂々としてりゃいいんだよ。うわーな、そうだろ、リュウジかっこいい。やっぱ俺リュウジ好きだわ。リュウジからの信頼は感じる。そうだね。なんか今のリュウジからの信頼を感じるってなんか懐かしいで、コープのさ、我は何時、何時は我とか、なんか始まりそうな感じがしたな今。私も坂本くんと話していろんないいところ分かってきたもの。うん、ああ、そう、参考までにちょっと上げてってカーボ。そうだな、例えばやっぱあれじゃない、怒った時にすぐこう後ろを見ずにさ、あの的確に自動販売機殴れるところとかじゃない。かけっこが早いとか、あ、うん、声が大きいとか。声が大きい、その辺自信あるわ。成績がビリなくらい悪くても、うん、全然気にしないおおらかさとか。あ、うん、ディスってる。それはディスってるよ。まあな。うん。あとは。あとは？もういいんじゃない？あとは？うん、うん。最後の。それぐらいかな。最後の一言待ってたら終わった。終わんな。なあお前、長い付き合いだろ？え？もっとあるよな。ちょっと3日時間もらっていい？答えるしかなさそうだ。いや、
このさ、下2つは想像じゃん。金髪が目立つはさ、目の前の事実だけどさ、長所かどうかわかんねえしな。まあ、でも動物好きそうだよね。な話したか？いや、イメージ。あ、野生味を感じるね。確かになんかね、野生の猿っぽい。ダンスもそうだけど、お猿さんみたいな。ね。モナちゃんとも仲いいし。確かに。無理やり繋げんな。うん。てかディスんな。もういいわ。お前らビビらすようなダンスしてやる。俺は練習すっからな。うん、頑張って。そういう負けん気が強いところもいいところじゃない？確かに。うるせえ、いいから練習すんぞ。あ、ちょっと照れてる。3人でしばらく練習して部屋に帰った。はあ、ノートが途中から現れる。なんだそのチャレンジ、難しすぎるだろ。ということで今日はここまでにしとこっかな。いやー、面白かったね。あのリュウジのさ、イゴールさんの姿爆笑でしょあれ。もう一回自分で見よう。ということで本日もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方よろしくお願いいたします。ではバイバーイ。